たかしと西村決まるが良すぎるだろ。久しぶりに払いたいレベルで笑ったわ。今まで様々な仕掛けで芸人の本性を丸裸にしてきた水曜日のダウンタウン。今回は、恒例の落とし穴企画に騙し合いの頭脳戦を掛け合わせたサバイバル企画、落とし穴バトルロワイヤルについて、当時の2チャンネルの反応をご紹介します。放送日は2017年4月26日、オードリー春日さんがプレゼンターの元放映。バトルロワイヤル形式で、自分の落とし穴に他人を騙しいかに誘導して落とすかの駆け引きを楽しむ、水曜日のダウンタウンらしいなんともいやらしい企画。最後まで生き残るため、他の参加者を蹴落とさなくてはいけないという厳しい状況に、バレバレの大根芝居で自ら落とし穴の場所を教えてしまうもの。関係ないのにうっかり落とし穴に落ちてしまい、企画の趣旨をブレさせてしまうもの。じわじわと罠を仕掛けて確実に追い詰めていくもの。参加者それぞれが個性を発揮しながら巻き起こす怒涛の展開に爆笑しつつも、最後はバトルロワイヤルさながらの騙し合いとなる傑作回となっております。それでは早速放送当時の2チャンネルの反応を見ていきましょう。ブース、一破壊おじさん。異常者カスガ。オードリーのやべえやつやんけ。カスガスコ。落とし穴来たー。説でもなんでもなくて草。スター名鑑でやりたかったやつなんか。ガチ相撲バトルロワイヤルとかいう名作。自分の持ってる落とし穴とかいうパワーワード。ミックスルールも説やないし。だいぶ前からそうだろ。ほんまはスター名鑑でやるつもりやったんやろな。午前10時6分、偽のキャンプ企画で呼び出された安全漫才みやぞんさん、バイキング小峠さん、トレンディエンジェルたかしさん、矢口まりさん、松野明美さんの5名、ビトたけしさん扮する北野先生に、私の横に並んでと、異様な雰囲気に不安を抱えつつも誘導されるまま歩いていくと、北野先生の目の前で落とし穴に落下する小峠さんと、驚いて転ぶみやぞんさん。何これと必死に這い上がろうとする小峠さんと、目の前の状況に悲鳴を上げる4人に、この芸能界はダメになってしまいました、としっかりバトルロワイヤル風の演出で北野先生が告げるも、は?と戸惑うかくい。だからこのゲームを考えました。落とし穴バトルロワイヤルと叫んだ瞬間、あちこちから現れた軍人に囲まれ、再び悲鳴を上げるしかできない5人。今日は皆さんに落とし合いをしてもらいますと告げ、落とし合い、と冷静に耳を傾ける小峠さん。今回のルールは、最後の一人になるまで落とし合いを行うもので、ステージとなるこのキャンプ場に掘られた穴は全部で10箇所、メンバー5人はそれぞれ2つの穴を自分の落とし穴として割り振られます。いかに自分の落とし穴に誘導し対戦相手を落とすかがポイントの心理ゲームとなります。それぞれの落とし穴の位置は抽選で決定。メンバーにはその落とし穴の位置が書かれた地図が配られます。ビトたけし来たー。このたけしアウトレイジ漫才のやつ?この番組の8割はモノマネでできてる。なんやねんこの雰囲気。思いのほかバトルロワイヤルで草。完全にガキツカの企画やな。みやぞん面白そう。ちまる子やんけ。矢口。矢口ちょっと可愛くなった?また証拠りもなく恋してんのか。なんで普通に松の混じってるんだよ。やばいやつばっかやん。おなじみのメンバーで草。ハッツや。早速ちまる子が落ちてて草。小峠わかってるな。落とし穴専属芸人小峠。穴からちまる子出てきた。ズル向けが皮かぶりに。各自早速地図を確認すると、先ほど小峠さんが落ちた落とし穴は偶然にも自分の落とし穴であったことが判明し、自分の穴に自分で引っかかったって、とたかしさんが思わず突っ込み、貴重な落とし穴の一つを潰してしまった展開にスタジオも大笑い。その横で、落とし穴を自分で掘るものだと勘違いしている松野さんと、一生懸命説明するみやぞんさん。ちょ、ドドドド、としどろもどろになるみやぞんさんに、掘ってあるの?と詰め寄る松野さんとのカオスなやりとりに、小峠さんが、バカとバカが喋ってんじゃねえよと鋭いツッコミが生え、スタジオも大爆笑。バトルロワイヤル風の演出で緊張を作り、演者のバカさ加減の適度な緩和で、すれないもこれは面白くなるのではと期待の声が高まります。これもうカオスやで。何言ってたこいつら。面白すぎる組み合わせ。これは神メンバー。企画の時点で面白い。もう大草原。バカとバカ。小峠の主人公感。バカと付き合ってただけはある。小峠キレキレで草。小峠ほんといい仕事するな。お前の元カノ落とし穴より深いところに落ちていったぞ。そして、それぞれ自分の落とし穴の位置を現場確認し、午前11時16分いよいよゲームスタート。どこに落とし穴があるか不安を語り合いながら、食事作りのために炊事場へ歩き出す5人。すると、なんか花っぽいのがある、行きましょうよ、と突然道のない林並木に入り出す松野さん。ご飯食べに、とたかしさんが突っ込むも、
せっかく春なんだから、花の芽生えみたいなの見ましょうよ。花見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 、と力技で時伏せ誘導しようとするものの、そのあまりの大根ぶりに、松野さん下手くそですよと小峠さんに突っ込まれ、現場の4名も大爆笑。こっちにあるんですね？と尋ねられ、違うと必死にごまかすものの、あると言っているようなものでもあり、自ら落とし穴の位置を教えただけの結果となってしまいました。不自然すぎて草。松野わざとらしすぎ。誘導雑で草。演技下手すぎて草。見破られるわな空。ぐいぐい行くね。もう一個バレたやんけ。知能低くて草。自滅しそう。ちまる子おもろいやん。小峠はほんま有能やな。サンキュー小峠。小峠のおかげで成り立ってるな。小峠いなかったら企画ごと消えてたな。午前11時21分、炊事場に到着しバーベキュー開始。するとまたもや一人だけ、準備しましょうよ準備と列からはみ出す松野さん。この不自然さに、現場の矢口さんも、下手すぎると笑いながら突っ込み、またしても大根誘導で二つ目の穴にも感づかれてしまう結果に。しかし、これ持ってあっち行きましょうよとバーベキューコンロは一人では動かせないと、もう片方をみやぞんさんに持たせようとする松野さん。みやぞんさんの持つ心優しさからか、コンロを持ち歩き出すと、見事松野さんの落とし穴に落下。落とし穴から、と驚くみやぞんさんでしたが、じゃねえよわかるだろ、早いと突っ込む小峠さん。松野さんずっと下手だったよ、ここだろうなと思った、とみやぞんさん以外は全員わかっていたようで、鈍感とピュアすぎるみやぞんさんが開始7分で早くも脱落となりました。松野、そこにあんねや。まだ諦めてなくて草。有利な位置やな。何も言わなければ炊事場のそばのは誰か落ちるやろ。松野超有利やのに無能すぎる。みやぞんアホで草。なんで引っかかるねん。バカの穴にバカが落ちてて草。みやぞん純粋すぎるわ。日本語が片言なってるやんけ。みやぞんええやつで草。みやぞんこれは美味しくはならんのに挑みすぎ。乗ってあげたんやなみやぞん。みやぞんおらんとつまらんわ。無能が無能落としただけやん。みやぞん温存してほしかったな。みやぞんの落とし穴見たかったんごねえ。もっとずる賢い奴らでやってほしい。気を取り直しようやくバーベキューを開始する4人。とその時、たかしさんが一人炊事場を離れます。向かった先は脱落部屋へと移動したみやぞんさんのもとへ、みやぞん心配できちゃったと心配する素振りを見せつつ、みやぞんさんのカバンを物色し何かを抜き取ります。みやぞんの仇絶対撃つから、と熱い言葉を並べ固く抱擁するふりをするたかしさん。あいつバカだから気づいてないと、落とし穴の地図を盗むことに成功し、まだ開いていないみやぞんさんの落とし穴2つをゲット。まさかみやぞんの落とし穴確認か？それありなの？黒幕たかし。悪いやつやな。やっぱハゲってクズだわ。グークズ。たかしえぐいな。やりますねえ。さすが頭脳派たかし。クズキャラええな。すげえなハゲわかってるわ。陰湿ハゲ。顔。ゲスー。やりますねえ。盛り上げるやん。バトロは勘で出ていいぞ。たかし絶対小田のポジションやん。たかしアイドルの SNS から住所割って直接自宅行くようなやつやし怖いわ。まあこういうゲームやしな。これは最後落とされるやつ。ライアーゲームのキノコやんけ。そしてたかしさんが3人の元に戻ると、バーベキューの火がつかない特選中。炭だけじゃつかないっすよ巻きとかないと、と先ほどみやぞんさんから奪った巻き手前にある落とし穴へ自然に誘導するたかしさん。たかしさんに促され巻きを取りに行く矢口さんですが、何かを察知したのか一番手前ではなく、一つ遠い場所の巻きを取りに行き落とし穴を回避。とここでなぜか、おい、と手を振りながら笑顔で向かってくるバイキング西村さん。今回西村さんには、芸人界一のキャンプ好きという立場を利用し、番組がキャンプの先生的立場での参加を依頼。しかしそれは西村さんにだけの表向きの理由。本当の目的は、各自が西村さんをうまく使い、相手の落とし穴を消去させるためだけに用意された地雷探知犬的な立ち位置。しかし一方で自分の穴には落ちられたくないという、なんとも複雑で存在な扱いをされる西村さんにスタジオ、すれないは大爆笑。ちっちゃぐち墜落しろや。まあ彼派は注意よな。有能やんけ。やっぱ敏感やね。探り合いすげえな。勘が鋭いな、なんで旦那帰ってきたことに気がつかなかったんや。西村で草。無能きた。バイキングのやべえやつ。こいつ好き。キャンプ好きやんけ。真打ち登場。プレイヤーじゃないのかよ。ほんと好きやなこの番組西村。でこいやんけ。これ西村ばかり落ちることになるやろ。モルモット扱い。役回りひどすぎる。かわいそうで草。人柱で草。美味しいポジションだな西村。純粋にキャンプ楽しみに来た感好き。西村楽しそう。かわいい。こいつ生き残ったら面白いな。西村のスレはなぜか伸びる。
出来上がった焼きそばを嬉しそうに自前の特大フォークで食べる西村さんに対し、その光景を眺めながら一人寂しくお弁当を食べつつみかんを噛みしめるみやぞんさん。午後12時38分。そんな楽しいバーベキュータイムを終え、ここからはフリータイム。それぞれ好きな道具を選んで広場で遊ぶことに。どこが広いかなぁ、ここ狭くない？あっちが広いよ。と、お互いを牽制し合いながら場所決めを行う4人。自分に有利なポジションを取りたいところですが、誘導しすぎてもバレてしまうため探り合いが続きます。この異様な探り合いに、何も知らない西村さんもついに、なんで場所選ぶだけでそんなと突っ込む始末。鈍感でサイコパスに定評のある西村さんでさえ不自然さを感じるせめぎ合いの結果、選ばれたのは小峠さんの落とし穴付近で絶好のチャンスに。クソデカフォーク草。うん、美味しい。生き生きしてて草。かわいい。西村楽しそう。何してんだこいつ。悲しそう。オレンジで草。みやぞんってガチだよな。カオスすぎて草。誘導合戦やな。人狼か何か。もう松の明美やることなくて草。これどっちかというとスター名鑑でやるべきだった企画じゃね。多分そっち向けに用意してた企画なんやろな。この駆け引きいいな。そして、野球やろうかと小峠さんの提案のもと、小峠さんがピッチャー、矢口さんがバッターに。そして、あっち投げるはと小峠さんに促され、いつの間にか落とし穴の目の前に立つ矢口さん。一投目は大きく外してしまい後ろに落ちるボール。しかし矢口さんが取りに行くか後ろを振り向いた瞬間、まだある、と小峠さん自らボールを取りに行かせることを阻止。続く2投目も外してしまう矢口さん。先ほどのフェイクがあったためか今度は矢口さん自ら拾いに行こうと後ろに歩みを進めると、見事に落下。うわ、という矢口さんの悲鳴とともに盛り上がるスタジオ。しかし本企画を何も聞かされていない西村さんは、え、何これ？と驚愕。小峠さんの落とし穴に落ちた矢口さんは、バッターから誘導されていたってこと？と問う矢口さんに、そう、これは俺の穴だからとわかる者同士で盛り上がる中、俺の穴？と不思議がる西村さん、何、俺の穴って？と質問を続ける西村さんに、めんどくさいなお前とスタジオの松本さんが思わず突っ込み、スタジオ、すれないともに大爆笑。そして小峠さんの野球作戦にハマって脱落してしまった矢口さんは、すごい上手でしたと敵ながら小峠さんに称賛の声を送っておりました。いい落ち方やな。一回フェイクかますの賢い。小峠うまくて草。矢口は絵面的に残せや。細かすぎての落ち合いみたいな落ち方。西村のリアクション草。何これ？って草。西村楽しそうで笑った。西村のアホっぽさええな。西村呼んだの正解やな。矢口が落ちたのに西村が受けてて草。俺の穴かっこいいミシン。矢口は俺の穴。お前の穴は坂口だろ。食いつくなや。変な反応やめろ。察しが悪すぎて草生える。西村大混乱じゃねえか。西村が面白すぎる。西村ほんとすこ。西村入れるの考えたやつ有能やわ。やぐっちゃんもうできないの？何そのルール、ははは、とわからないなりに楽しむ西村さん。野球はもうやんないの？と無邪気に質問する西村さんに、野球はもういいと冷たく言い捨てる小峠さんとのやりとりにスタジオ、すれないともに大爆笑。西村さんは、矢口さんのあの姿を目の当たりにしながらまだ普通のキャンプ企画だと思っている様子で、鬼人西村とテロップでいじられる始末。その鬼人は何も知らずに落とし穴すれすれをぐいぐい歩いていくなど、いつの間にかスタジオの方が、出演者を案じる悲鳴が上がるほど真剣に VTR を見つめます。そして4人はフリスビーをやることになり、西村さんは俺フリスビー得意だよとキャッチできる距離まで後ずさりしようとすると、なんと自ら落とし穴に落下し、この面白い映像に浜田さんは恒例の高笑い。なんでこんな落とし穴あんの？と起きてもなお企画の趣旨には気づいていないコメントにスタジオ、すれないともに笑いが一切止まらず続きます。野球はもういい。単純に野球やりたがってて草。ただ楽しみにしてるだけやんけ。サイコパスすぎんよ。西村ピュアすぎて草。キャンプ楽しいからしゃあない。はあ、なんでお前が落ちんねん。そらそうよ草。アホすぎる。意外と早く落ちたな。西村メインになってるやん。落とし穴の完成度がすごいな。なんでこんな綺麗に消えるの？完璧で草。綺麗に消えて大草原。落ち方天才すぎるやろ。あかん死ぬほど草。払いてー。まるでボウモグラポケモンのように、落とし穴から顔だけ覗かせる西村さんを3名が覗き込んでいると、背後でガサと音がし、落とし穴に落下する人影が、誰？と驚く3名が近づいてみると、カメラマンさんが落とし穴にかかっており、ここに来てラッシュが来たねえとつぶやく小峠さん。さらに自分も輪に入りたかったか、俺の穴？
と尋ねる西村さんに、お前の穴はねえよと小峠さんのツッコミが生え大爆笑。とゲームは1ミリも進まず、NPC 的な立ち位置のものばかりが罠にかかるというハプニングの連続にスタジオは爆笑が止まりません。スレナイも一気に草のコメントでレスが加速しておりました。は、は。カメランを。お前が落ちんのかよ。普通に落ちてって草。むちゃくちゃやんけ。動物の森みたいやな。これは MVP。これもうわかんねえな。スタッフなのにリプレイされすぎ。獅子がブレる。どいつもこいつも何しとんねん。これは後で始末書ものやろうな。カメラマンの落ち方芸術的で草。水曜日のダウンタウンで一番おもろかったわ今。俺の穴、は草。お前の穴はねえよ。最高。こいつが一番面白いやんけ。後半になって盛り上がってきたな。バイキングが有能すぎる。残り人数変わってなくて草。ただ穴だけ潰す無意味な大量捕獲の後、みやぞんさん、矢口さんと穴を2つずつ残して脱落してしまったため、探り合いでの落とし穴探知ができずわからない、と平然と嘘をつくたかしさん。そんな自然な話術に、俺の穴はもうないとつい口を滑らす小峠さん。騙し合いのゲームでもあり、スタッフより言わない方が良かったのでは？と指摘をするとしまったという表情に変わる小峠さん。西村さんもバカだが小峠さんもバカ、松野さんもバカだしみやぞんさんもバカ、とテロップにて厳しいツッコミが入ると、スタジオの松本さんより、松野まだ何もしてないやないかとツッコミが生えスタジオは大爆笑。スレナイでは、いやスタッフもバカやろといったコメントもあり大いに盛り上がります。登場人物全員バカ。全員悪人みたいなノリやめえや。バカとハゲしかおらんやんけ。バカが多数派という恐ろしい世界。なんて日だ。矢口がバカに入らないぐらいバカの集まり。スタッフもバカやしな。なお一番のバカはカメラマンだった模様。たかしが一番有能なんやな。案外たかしが先に落ちるんやろな。これ誰が一番バカなのか説だろ。久しぶりに腹痛いレベルで笑ったわ。西村には何も説明せん方が面白いんやな。そして、一度メンバーから外れること小峠さん。向かった先は炊事場に残された脱落者矢口さんのカバン。ちょっとドキドキしますね。と旗から見ると女性のカバンを漁る怪しいハゲですが、無事地図を見つけ、小峠さんは矢口さんの穴をゲット。一つは西村さんが落ちすでに消化済みとなっていましたが、残り一つのテント内の穴をゲットし、起死回生を図ります。そして小峠さんが取った作戦は、殿下の宝刀野球作戦。例によって松野さんにバッターをさせ、テント内までボールを投げ入れる作戦ですが、さすが元オリンピック代表、抜群の運動神経で綺麗に打ち返されてしまいます。穴をすべて失った男。同じことやってて草。考えることは同じか。ハゲはヌスッと。矢口の穴かっこいいミシン。新たな穴を手に入れる気丸子。野球好きだな。テントの中にあんのかよ。松野落としてもな。たかしが利口なんだよな。矢口の穴はもう一個なくなったんやな。うつんかい。うまい。この選手をいくら？松野さん、ロッテに来ないか？松野のミート力中田に介護しにあげたいわ。腐ってもアスリートやな。なんで打つんだよ、となんてひだのイントネーションで突っ込む小峠さんでしたが、ついに3球目でようやく空振り。バカの太鼓判を押された松野さんはテント内に入ったボールを取りに行き見事に落下。これで松野さんが脱落。やはり頭脳が物を言うのか、スキンヘッドとメガネハゲの一騎打ちとなります。現在残された穴を整理すると、開始早々バレた松野さんの穴を除き、たかしさん2つとみやぞんさん1つの合計3つ。しかしみやぞんさんの穴は、序盤でたかしさんがゲットしているため、実質3対0と小峠さんは絶体絶命のピンチに。小峠の主人公感草。無理やん。ちまるこふりや。ハゲバーサスハゲ。積んでますやん。たかしがいい感じにヒール。ライアーゲームのボス的存在で草。たかしの価値格やん。たかし新世界の神やん。ハゲ、有能。数がたかし最強説と唱えてたな。もうコンバトルロワイヤル。お互い切れ者同士でもあり、ひとまず炊事場で休憩を挟み様子を見ることに。後輩のたかしさんが、小峠さんにお茶をなみなみと注ぐなどに突っ込みつつも、なかなか1対1でアクションが起こしづらく、まったりとした膠着状態が続き、これ何中なんだろ、これ動かなかったら夜になっちゃうよとこの状況を心配そうに見守る脱落した3人。そして午後2時46分、ゲーム開始から3時間30分経過。お互いの動きを牽制しながらフィールド内をゆっくりと散策する2人。すると両者トイレタイムへ、さすがにここは大丈夫だろと足で地面を確かめた後、トイレが我慢できなかったか、一目散に故障中と書かれたトイレへ入るたかしさん。故障中だっつってんのに、とつぶやきつつ、小峠さんはもう一方のトイレへ歩みを進めたところで、
ドサッと音と共に小峠さんが落とし穴に落下してしまいました。並々で草。トイレ誘導か。ションベン待ちかな。たかしの作戦やぞ。心理戦やな。たかしが完全にサイコ野郎にしか見えなくて草。仕掛けたな。たかしうめえ。作戦通りやんけ。だからいっぱい飲ませたんやな。これ芸人不審バトルロワイヤルだわ。いったー。たかしすげー。これはうまいわ。強すぎやろたかし。お茶ってそのためか。トレンディデビルたかし。たかし有能すぎて怖いわ。なんでだよ。これは迂回しろよ。バレバレやろちまる子アホやな。やっぱりバカじゃねえか。なんで行くねんアホか。うわーと叫び声を上げる小峠さんを地上から見下ろすたかしさん。ずっとしょんべん行くの待ってたんすよとネタバラシをするたかしさん。お茶を多めに注いだこともトイレを近くさせるためだったと告げると、そういうことかーと思わず声を上げる小峠さん。さらにトイレに故障中の張り紙を貼ったのも自分だ。正直あと1時間でも2時間でも待とうかと思っていたと高志さんが計画を語ると、小峠さんは、すげえ、マジかと思わず感心してしまいます。お前性格悪いだろという小峠さんの言葉を残しここでゲーム終了。午後2時53分、優勝は高志さんとなり爆笑の中継ぎの説へと移りました。ハゲいろいろ有能すぎやろ。ハゲは作詞。一人だけガチやんけ。天才やん。なんかマジでヤバいやつのセリフ感あってくさ。こいつやべえはマジライアーゲーム参加者やん。たかしみたいなキャラ好き。ミステリの犯人集ある。たかしが冷静に解説するのが強キャラ。たかしが次のゲームに進めるんやなって。さすがカズレーザーが認めた男。ならたかしはトイレ入らない方が良かったやん。これやっぱたかしもバカだわ。たかしと西村木丸が合いすぎるだろ。メイドカフェで事件起こすやつは違うで。悪魔かな。たかしサイコパス説。放送終了後、ツイッターでは本放送は非常に話題を呼び、中でもスタッフが落とし穴に落ちたアクシデントでは、スタッフ落ちたのが今のとこ一番面白い。落とし穴バトルロワイヤルなかなか面白い。そして西村をかき消すカメラマン最高。水曜日のダウンタウンの落とし穴バトルロワイヤル西村とスタッフが面白すぎてダメだこれ。しかもプレイヤーポンコツしかいないから致命的。と予期せぬ奇跡に爆笑された方が多く、非常に高評価なツイートがなされておりました。以上、落とし穴バトルロワイヤル当時の2チャンネルの反応はいかがでしたでしょうか。予想外の展開が次々と巻き起こり爆笑しつつも、最後はしっかりバトルロワイヤル要素が詰まった展開となり、とても見応えがある回でした。また、緊張する場面で西村さんの機敏さが遺憾なく発揮され、その緩和が爆笑につながりほっこりできました。おバカ芸人でも頭脳派芸人でも面白くなること間違いなしだと思うので、いつか第2弾を企画してくれることを密かに期待しております。このチャンネルでは水曜日のダウンタウンの説について、解説や反応をお届けしております。水曜日のダウンタウンには様々な説がありますが、あなたのお気に入りの説は何ですか？ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。もしかするとあなたのお気に入りの説についても、お届けさせていただくかもしれません。ぜひ次の動画を作る気力にもなりますので、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。